デビ・クーパーはアメリカ合衆国のプロレスラー。オレゴン州、ハバード出身。WWE にタッカーのリングネームで所属。北マリオン高校在学時はレスリング、陸上、アメリカンフットボールといった多種のスポーツを掛け持ちで打ち込み、レスリングとアメリカンフットボールではキャプテンを務める。2008年、ポートランド州立大学進学後。 レスリングで活動して1年生ながらパックマイナス10、チャンピオンシップスで7位の成績を収める。2009年にはカリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校、そして2010年にアリゾナ州立大学へと転校。130kg 級選手として活動し、同年の NCWA 選手権で8位に入賞した。2011年にはオールアメリカンチームに抜擢され、 2013年にはアメリカ国内で年間18位という結果を収めた。NXT2014 年10月、アメリカのメジャー団体である WWE と契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターでプロレスの基礎を学び、11月より参加団体である NXT にてタッカーナイトのリングネームで昇格。 同月にはエリートアマチュアレスラーユニットであるシュートネーションの一員として発表された。12月19日、NXT ライブにてセコンドとして登場を果たす。2015年3月12日、NXT ライブにてソーヤーフルトンとタッグを組んで、ダブステップカウボーイズとプロレスラーデビューマッチを行うが敗戦した。2016年3月2日、 NXT にて初登場を果たす。ヒューゴ・ノックスと組んでボードビレーンズと対戦。ノックスが序盤より攻め込まれ一方的に捕まるが、ゴッチよりブレーンバスターの体勢から投げられようとしたところを脱出してタッチに成功するとショルダーブロックとクローズラインでゴッチとイングリッシュを一掃するが、最後にワーリング・ダービッシュをくらい敗戦した。7月22日。 ニコラ・ボゴイエビッチとタッグを組んで TM61 と対戦するが敗戦。この試合をきっかけにボゴイエビッチとタッグを結成して活動を開始。10月にはヘビー・マシーナリーナルタッグネームを監視。ボゴイエビッチはリングネームをオーティス・ドーゾビッチへと変更。同月19日 NXT のダスティローデスタックトーナメントクラシックにてドーゾビッチと組んで出場。 オースティン・エリーズロデリック・ストロングと対戦。序盤よりパワーを生かした戦法で合体にも多く、披露し、中盤に、ドーゾビッチとタッチした際にエリーズとストロングを投げ捨て、コーナーにもたれかかった二人をまとめて、ボディアバランスを決めるなど見せたが最後に、エリーズのローリングエルボーから、ストロングのデスバイ・ロデリックを決められ敗戦した。2018年4月27日。 WWE グレイテストロイヤルランブルにて50人、グレイテストロイヤルランブルマッチに24番手で出場。23番手のドリュー・グラックを脱落させ、27番手のチャド・ゲーブルにルーテイズ・プレスを決めるなどアピールするが、31番手のビッグ・ E からビッグ・エンディングを喰らい、場外へと投げ出され脱落した。WWE 2019年1月14日、RAW で アレクサ・ブリスとポール・ヘイマンによるセグメント中に、オーティス・ドーゾビッチが登場。ヘイマンとブリスに語りかけているところに止めに、入りバックステージに消えた。同月21日、ヘビーマシーナリーとして、ジアセンションを相手に、デビュー戦を行い勝利。ありがとうございます。